こちらのコーナーはですね、キャストの皆さん自身が演じたキャラクターに扮して、はいはいはい、ちょっと待った、はい、本日12月6日は信長くんのお誕生日です。おめでとうございます。お誕生日おめでとう。ということで、スタジオはなんとなんと大きな、これは開けてください。どうぞ。はい、もしかして、壊せないですよ。こっち。やっぱりパンコさん。俺これ書き下ろせないと思ったんですよ。綺麗。こんなことに。ひどいけどすごい。生クリームといちごが、生クリームといちごがなんかすごいことになってる。二つ玉が。二つ。あ、やめてください。あ、危ない危ない。いやいやいや。パンコさん。すごいです。さっきもグッズの絵すげえいいの描いてて忙しいだろうに。なんて贅沢。ありがとう。素晴らしいです。書き下ろしてもらって、はい、でもこれ信長くん、ちょっと食べる。え、写真撮らせてください。そうだよね、頑張ります。まずですよね。そうですね。じゃあ生放送中ですけど、あ、じゃあ終わってからみんなで美味しくいただきますかね。俺の携帯あった。来た、マッチ携帯で。あ、ごめんなさい。じゃあちょっと表にやります。いいよ、思う存分。はい、こんな、だってそうだよ、自分のキャラをこんなでっかく書き下ろしてもらった、これは誕生日の人なんて声優でもいない。すごい。あ、乳首を顔認識する。どういう顔だ。見てください。どういうこと。違います、イチゴです。イチゴです。やめて、最後イチゴですって。果実だから、これは食べ物ですから。すごい。いやでもこのね、いろんな絶妙な場所にイチゴを乗せることも快諾してくださって、優しい、お優しい、むしろあのノリノリでいてくださって、先生の方からイチゴの場所を指定してくださって、あのここがいいだろうイチゴを乗せようという話が。素晴らしいな。そうなんですよ、この角度、角度にこだわっていいですね。そうですね、なんかアングルがもうエロいんですけど。いやあ、でもこれってね、こうも実はもっと全身だったりしたっていうお話も聞いたので、はい、本当ですか、ね、後で見せてください。ちょっとね、全身描いてくださったんですよね、本当はね、うんうん、はい、それ何かの形で皆さんに後でお見せできたらいいかなと思うんですけど、はい、はい、いやどうぞ、あとにしようか、後に。そうですね、これちょっとごめんなさい、今俺にはこれを立つことはできない。そうですね、そうですよね。端っこ食べましょうか。端っこのね、あーね、ケーキも美味しそう。ベリー好きなんですよ、僕。こんな幸せでいいの、こんな好きなものの話して、好きなキャラクターを好きな人に書いてもらって、いいのこんなに。ちょっとだけ食べる。お願いします。エクスカリバーだ。エクスカリバーだ。束ねるは星の位置。俺大勝利じゃん。輝ける光の本流。すごい。いや、もう約束されすぎてますよ、僕勝利が。やばいな、こんなファンいる。ファンって言っちゃった。こんぐらいでいい。嬉しい。おー、いいな、はい、もう素晴らしい。いただきます。エクスカリバーで切られた。うまそう。美味しそう。いただきます。おめでとうございます。お誕生日を迎えてのこうなんか抱負だったりとかいろいろ。あ、そうですね。あれもしかして。あ、わかりました。あ、じゃあ食べたところでゲスト3人からお祝いコメントって。はい。いいよ。何がいい？どれがいい？どれがいい？おお、そんな贅沢な。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どれが本気で悩んでる、どのクラスがいい、僕は今、一番悩んでるのがね、はい、完全に僕用に言ってもらうか、はい、一応みんなが聞いても喜べるね。コメント見てみたらいかがですか、皆さんのね、コメントでちょっと、いや、いいですよ、もう今日誕生日なんだから、うん、個人用でいいとか、自分用でいい、これ用でいい、皆さんお優しい自分用で楽しんでくださいと自分専門にね、ね、悩みすぎでしょ結構ね、うんうん、こういう時僕ね、うん、一番レアだと思う、僕的にレアだと思うのはね、それこそ東欧とかじゃない決め台詞でも何でもない、はい、普通のやセリフをね言ってもらうのが僕一番強いと思ってるんですよ。本当にガチだね川澄さんが完全にマジコメントで分かりましたで、はい、どのクラスにするクラスあのね、なんかこうお気に入りみたいなやつだとピオン X とか出てきちゃうんですけど、でもね、はい、なんで立ってんだろうねやっぱり普通のセイバーですよ、やっぱり。わかりました。やっぱりそれが一番嬉しいですよ、言われて。わかりました。え、じゃあ信長君に向かって、何、なんか私もすごい恥ずかしくなってきた。いきます。マスター島崎信長、誕生日おめでとう。これからもマスターと一緒に冒険していけたら嬉しいと思います。これからもよろしくマスター。うわすごい、待って、私すごい恥ずかしいんだけど。ありがとうございます。すごい恥ずかしい、恥ずかしい。でもなんか本気で、本気でもうなんか噛み締めて、これはでもセイバー好きとしては正直私も言われたらこうなりますいやでも確かに名前を呼ぶのは初かもしれませんね。あー、なるほど、はい、大体マスターとだけ言うので。そうですよね、はい、完全にじゃ個人用としてお楽しみください。そうですね、大丈夫なのこの流れ。あの、この後どうするんだったっけじゃあ噛み締めていただいたところで、はい、今年の抱負を。あ、そうですね、はい、噛み締めた信長さんから。そう、全員分やると大変ですからね。あ、いや、いや、全員分やれる。いやいや、我こそは、我こそは先輩の今年の抱負を。あ、そっちね。ありました。じゃあ、あ、そうだよね。大事だよね。いや、今年の抱負、もう幸せすぎて、まあ、死なないようにしたいなと思うんですけど。そうですね。いや、でも、本当に、真面目な話になっちゃってもいいですか。いや、なんか、本当に、こう、コツコツって言ってもね、あの、まあ、もちろんこうやって主人公とかやらせてもらうような立場であること自体ラッキーすぎるっていうか運が良すぎると思ってるんですけど、でもやってきて本当に良かったなっていろんな部分で、それは今日のこの瞬間だってそうだし、まあ、そもそもこうやってタイプムーンでね作品に関われたっていうこともそうだし、いろんなことやらせてもらってこんな皆さんに話せるってこともそうだし、いや本当に嬉しいことがありすぎて、なので、あの、これからもちゃんとね、声優としてね、皆さんに一個一個の作品とキャラクターとちゃんと向き合って丁寧に作ったいいものを皆さんに届けられるよう頑張ることが一番の恩返しだと思っておりますので、はい、今後とも、はい、真摯に向き合って精一杯芝居していきたいと思います。ありがとうございます。素晴らしい。実はですね、あの、このイラストを描いてくださったパコさんからもメッセージが届いております。すごい、はい、さんも読ませていただきます。島崎信長さん、おめでとうございます。ありがとうございます。いつも楽しそうなニコ生を楽しく見させてもらっております。ありがとうございます。これからも島崎サラリーイズパワーシステムで頑張ってくださいそして
課金しきった後は計画的にだそうです。おめでとうございます。いやーパコさんいつもありがとうございます。いつも僕がなんかふざけて言ったこととか、マジで書いてくださるんですよツイッターとかで。アルジナも何回か変なアルジナっていうと申し訳ないですけど、変な格好させたアルジナとか書いてきてしまったりとか。いやもうすでにもうちょっと崩れてます私の中のアルジナ像が。でもこれもこれも素晴らしい、素敵です。本当美しいね。いつも素敵なイラストありがとうございます。そうですよ、あのイチゴが乗ってないバージョンもきっと見れると思うね。楽しみですね。みんなにも愛してもらいたいと思います、はい、ありがとうございます。課金は計画的に、はい、すごい、はあ、視聴者数が100万超えました。おお、すごい、なんかすごいぞ、これも島崎さんのサラリーズパワーシステムの。いやいや、サラリーズパワー回しててよかった。すごいすごい、おめでたいです ね本当ありがとうございます、うん、幸せです。はい、じゃあですね、これで終わりじゃないんですよ。こんなにあのえスタッフがいろいろ知恵を凝らして、はい、これ信長くん喜ぶだろうというこちら。おあれ照れてる照れてる照れてる、あれあれあれ本気のヤバいやつじゃないですか。そうです、知ってるよ、味わっていただきましょう。あ、本当すか。知ってる。え、どんなことしたんですか前回。あ、何かそんなひどいこと。あ、テンション上がるわこれ。はあ、何をするんですか。何やって。あ、テンション上がるわ。思ってるわ。ゲイボルトを握ってるんですね、はい、あ、なるほど、はい、楽しみ方が新しい。そういう楽しみ方なんですね。おお、つけて。あ、なんかアウトな気がします。なんかアウトな、なんだろう。なんかアウトな気が。手が。あ、お。お。もういいよ、今日は好きにやらせよう。いいんですか。あれ100万人が見てるんですよ。100万人しゃー。今日だけだからね。今日だけだからね。お誕生日ですからね。そう。あ、でもこういうのもいいですね。一番なんか安心します。いやーゲームボール持ったまでは良かったんだけどね。そうですね、 3D で奏者がさ頭慣れてるの見てさ、俺もやりたいなとか思ったんだよね。これでも痛かったら抱きつくこともできるってことですよね。あ、抱きつき、そうだね。違う、ダメなんですよ、重なり方がね、こうするとおかしくなるんですよ。だから絶対にこっち側からこういかないとダメなんだ。俺たちが三冠だ。夢叶えてるな。そう、いやなんかあの